遊ぶとか、ここがね、本当はね、ここかもわかんないですけど、自分はね、ここ、これでいこうかなと。はい、ギター大好きミスターバタモンでギターチャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回はね、リクエストがあったんでね、そのリクエストにお答えしてやっていきたいと思います。そのね、またリクエストがね、めちゃくちゃ渋いのをね、リクエストしていただきまして、ありがとうございます。そうだね、渋いブルースなんですけど、32-20 ブルース。めちゃくちゃかっこよくないですか？これ、32口径で、20g の弾薬が入っている銃のことらしいんですけどね。まあ、ちなみにこの、まあ、相手役の、まあ、彼女さんなのかね、奥さんなのか、38スペシャルっていうね、なんか弾薬を持てたというね、まあ、そういうめちゃくちゃ渋いブルースなんですけど、それをね、やっていきまーす。ギターの練習がちょっと飽きたな。他の練習方法がないかな。なんでギターの練習方法ね、悩んでる方。こんな方々のためにね、毎回じゃんじゃん配信してます。面白いなぁなんてね、思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではね、早速行ってみよう。シャボン。はい。ということでね、今回32-20 ブルースっていうね、をやっていきたいと思います。聞いたことない人はね、概要欄の方にね、貼っておきますので、まずよかったらね、そちらのブルースを聞いていただいて、あ、なるほど、こんなブルースか。わかったわかった。じゃあね、やってやろうじゃないか、みたいな感じで戻ってきていただいて、いや、一緒にやっていきましょう。まずね、最初こんな感じ。まずこれね、何週だろう。6週ぐらいあるのかな ?6 番ぐらいまであるのかな。まず最初はね、こんな感じ。感じなんですけど、これね、パターンがあって、まずこのパターンね、ここは別にこっちでもこれでもいいんですけど、なんか音はこっち、これに近かったんで、こっちかこっちかね。まずこれのパターン、もうこれも絶対もう毎回出てくるんで、まずこれね、それから、この。これ。このパターンもね、もうほとんど毎回、一回交代でね、出てくるんでね、これももう絶対。もうこれ、親指はもう絶対これね、5弦 A なんで、これ A ブルースなんで。これ、小指がここに入る。で、1弦、2弦、5弦。これまた2弦、3弦、5弦。こんな感じ。あ、ここはね、また後でいいんですけど、まずこのパターンね。次ね、このパターン。このパターンね、これも5弦をくっつけるとかね、このパターンで、ここはこの親指の付け根でここをミュートして、こんな感じ。まず
このパターンと、このパターンと、これ。もうまずね、もうこれも毎回出てくるんで、まずこれだけ。これはもう絶対ね。これね。これもう、ゆっくりするとこは、ゆっくりするときはね、これ YouTube 動画をこう、ちょっとスローモーションにしていただいて、で、見るとね、もっとわかりやすいと思う。で、ここ。一番は、こうね。五フレの二弦と一弦の五四三。間に1個入る。この間に1個入る。こんな感じ。次 D。こうね。もうこのまんまなんで。こんな感じ。こんな感じね。これしながらね、もう絶対これしながら、こう、こんな感じ。早くすると、これが一番ね。で、二番が。こんな感じ。ここね。こんな、これもずっと。ここが5-3、5-4-3。これも、この間に。こんな感じ。こんな感じね。こんな感じね。こんな感じ。これ。
な感じね。2、もう5、4、3、2、5。5、4、3、2、5。これもずっとこれしながら。こんな感じ。こんな感じね。これ3番なんですけど。またここ。これ一緒ね。で、次が。こんな感じ。これね。ここがね、ちょっと難しいかな。こんな感じ。今回はね、これもう多分6番ぐらいまであるんで、結局これと、この部分はね、変わらないんで、あとここの部分はね、こことかね、とかね、この部分が少しずつ変わるだけなんで、次回はね、この後半の方をね、やっていきたいと思います。ぜひね、よかったらこれ、絶対これをね、オルタネートベース、ウォーキングベース、もうこれもう絶対、もうこのリズムが壊れないように。こんな感じ。もうずっとこれはね。Dの時もね。これはもう絶対。ちょっとね、これはね、もうほんと、これをしながらこっちを弾くっていうのがね、結構難しいと思うんですけどね、もうぜひね、トライしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。ミスオタでした。シュパゴン。また痛い。